安田君義は日本の映画監督である。日活京都撮影所に入社。日活が戦時統合で大英になってからも同撮影所が解消した大英京都撮影所で一貫して時代劇を撮り続けた。1911年2月15日、東京府品川町に生まれる。1930年代に日活京都撮影所に入社、山中貞夫に指示し、 丸根三太郎、絹笠十四三、稲垣広らの助監督を経て、第二次世界大戦による戦時統合で、同撮影所が大影京都撮影所となった後の1944年に、ゴンマは77万国で監督に昇進する。戦後も引き続き、大影京都撮影所に所属して時代劇を撮る傍ら、1949年の最後に笑う男以来、 大英東京撮影所にも借り出され、新東宝や宝塚映画でも監督をしている。今日でも、人気の高い大英京都の特撮映画、大魔人シリーズ、妖怪シリーズの両方をスタートさせた監督でもある。1964年、風雲寺、半次郎から芋侍と西郷でテレビ映画に進出、テレビ映画、東京警備司レーザーガードマン等の現代劇も手掛けた。 1971年の大英党さん以降は、主に、勝慎太郎と行動を共にし、テレビ映画、座頭詞物語や、通快、高知山総春等を手掛けた。1983年7月26日に死去した。万七十二歳没。撮影姿勢は貴重面で、元々に家庭に通ったほど絵心があり、自ら必ず絵コンテを描いた。 絵コンテは撮影現場で日々描き直されるものだが、安田監督は1ヶ月前に描いた絵コンテでも、絶対に変えようとせず、絵コンテの描き直しで、現場スタッフとよく揉めたという。この絵コンテ通りに、美術デザイナーに指示して、セットを組ませていた。森田藤郎キャメラマンによると、安田の描いた絵コンテで天井の量が描かれていたが、セットで人物を撮ると、絵コンテ通りの位置に、針があり、 驚かされたという。映画音楽では、伊福部明が好きな作曲家だった。監督作品への起用も多い。京都の亀岡の土手でのロケ撮影で、助監督が大勢エキストラを用意したが、安田監督は不思議そうにしている。森田がよく聞いてみると、安田が絵コンテにお地蔵さんの列のつもりで描いたものを、助監督が群衆と勘違いしたものだった。 お地蔵さんならもう少しそれらしく描いてくださいよと、助監督が憤然とする中、スタッフ一同大笑いしたという。ありがとうございます。